クルマハンコンは、大韓民国、軽機動家上司出身の元サッカー選手。ブンデスリーガのアジア人最多得点記録保持者。イフスから、20世紀を代表するアジア選手として表彰されている。1980年代を代表するストライカー。ドイツのアイントラハとフランクフルト、バイエル・レバークーゼンなどで、長きにわたって活躍し、UEFA カップ優勝2回。 DFB ポカール優勝などの栄冠を手にした。1979から80シーズンに、アイントラハとフランクフルトに移籍、3節のシュトゥットガルト戦で、ブンデスリーガ初ゴールを決めると、同シーズン12ゴールを決める活躍を見せた。1980から81シーズンの DFB ポカール決勝のカイザースラウテルン戦で1ゴールを決めて優勝に貢献。 1987から88シーズン、UEFA カップ決勝のエスパニョール戦では延長、PK 戦に持ち込む同点のゴールを決め、優勝に貢献した。一時はブンデスリーガ最高年俸を記録した。ブンデスリーガでは308試合に出場し98ゴール、ポカールでは27試合13ゴール、UEFA カップでは31試合9ゴールを記録した。 2020年6月に、長谷部誠に抜かれるまで、ブンデスリーガにおける、アジア人最多試合出場記録を保持していた。FIFA フフワールドカップには1986年、メキシコ大会に出場した。この時、韓国代表から長く離れ海外で長くプレーする、車を呼び寄せるのに対し、人方ならぬ外交的措置が必要であったという。現役引退後は指導者の道に進む。 1997年からは、韓国代表を率い、フランスワールドカップ本大会出場権を得るものの、代表チームが2連敗して一時リーグ敗退が決定した直後の大会期間中に解任された。その直後、月間挑戦で、K リーグにはびこる八王朝を暴露したために、大韓サッカー協会から5年間の懲戒処分を受けて、韓国国内に居場所がなくなり、 中国リーグの新鮮平安に監督として就任した。なお、この懲戒処分は2000年1月に解除されているが、結局国内リーグには当初の懲戒期間の5年間、雇われることはなかった。2002FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦の対イタリア戦、韓国放送局の解説者として、自国内の試合中継に参加し、 ゴールデンゴールで韓国が勝利した際には放送中にもかかわらず号泣した。これを隣の放送ブースで見ていたセルジオエチゴは自国のサッカーに関わる者としてまた父親として嬉し泣きは当然のことです。と擁護した。新鮮平安を1999年に維持した後は韓国でテレビのサッカー解説者として働いていたが2004年からは K リーグのスイバラサムスン・ブルーウィングスの監督に就任し、初年度でクラブをリーグ優勝へ導く。2005年、チェジュ島で開催された A3 チャンピオンズカップも制した。2008年には日韓オールスター戦の K オールスターを監督として率いてもいる。2010年にリーグ低迷の責任を取り、6月6日付で辞任することを発表した。 2010年6月14日、2010FIFA ワールドカップ1回戦の日本カメルーン代表戦の SBS 放送の解説委員を担当したが、車の解説は反日感情を含んでいたとされ、日本と韓国内のネチズンを中心に賛否両論の波紋を起こした。車は試合後半でカメルーンがゴールのチャンスを逃すたびに入れなきゃいけないのに入れることができたゴールだったなど、 露骨に残念そうな口調で解説しカメルーンよりの発言を連発。韓国メディアも同問題に注目し、カメルーンを韓国代表と錯覚したかのように悔しさを隠さなかった、日本でも怒りの声が上がったなどと指摘した。車はネットユーザーの質問に対し反日解説との指摘を一周したが、紹介艦沈没事件で、 緊張関係が続く北朝鮮の代表チームについて、北朝鮮の選手に愛情を感じると発言したため、韓国国内でさらに大きな波紋を巻き起こした。抜群の身体能力と爆発的な加速でゴールを強襲するスタイルは、屈強な選手が揃った、旧西ドイツブンデスリーガでも、異彩を放った。左右両足からの強烈なシュートと打点の高い、ヘディングで多くのゴールを奪った。 息子の車、トゥリもサッカー選手。アイントラハと、フランクフルトバイエルレバー空前ラショナルチーム、スイバラサムスンブリューウィングス。ありがとうございます。